皆さん、こんにちは。毎日学習会の木村です。この映像では、慶應義塾大学環境情報学部の2016年の英語の問題から、大問1の内容4択問題について解説していきたいと思います。まずは、11番やっていきます。11番、第1段落でなぜ筆者はロボットをリストアップしていたのかという問題なんですが、ロボットのリストアップについては、何が書かれてあるかというと、どこに書かれてあるかというと、こちらの1番なんですが、ロージ、C3PO、ハル、ウォーリー、ベンダー、オプティマス、アシモということで、まあ、C3PO やアシモやウォーリーというのは、まあ、日本でも、まあ、有名だったり、まあ、したので、まあ、ハルも、まあ、2001年宇宙の旅で、まあ、有名、知ってる人は知っていると思いますが、まあ、こういう、まあ、ロボットの列挙があって、で、その後に、我々というものは、まあ、心に描いてきたと。何をというと、人型のマシン、人型の機械というもの、歩いたり、話したり、さらに私たち人間のように考えられることができて、さらには、まあ、人間よりも優れた、まあ、人型の機械というものを作ることを、まあ、描いていたと。でもって、マイクロチップというものが、まあ、作られるはるか前からそのようなものを、まあ、夢見ていたという、まあ、ことがあって、まあ、有名な、まあ、サイエンスフィクションのロボットだったり、まあ、研究されていたロボットを列挙した後に、まあ、我々が、まあ、そうこのような、まあ、人型の、まあ、機械を、まあ、作ることを、まあ、夢見ていたというような、まあ、記述が、まあ、第一段落にある。ということで、まあ、段落の指定が、まあ、1番はあるので、まずは、2番、社会におけるロボットに関する意見に、大きな多様性があることを示すためと書いてあるんですが、まあ、第1段落の、まあ、最初の、まあ、列挙の次にあった文章で、我々は、まあ、人型のロボット、まあ、人間のように、まあ、話したり、歩いたり、まあ、考えたりすることができるロボットを、まあ、マイクロチップの前から作っていることを夢見ていたと書いてあったので、まあ、意見に対する大きな多様性が存在しているというところが不適切なので、2番は除外と。そして3番なんですが、3番は、現代のロボット工学が狙っている目標を設定するためと書いてあるんですが、現代のロボット工学どころか、まあ、マイクロチップが開発されるはるか前から、目標を設定していたと。まあ、人間のように、まあ、歩いたり話したり考えることができるロボットの開発を目標にしていたと書いてあるので、現代のロボット工学が狙っているという箇所が不適切なので、3番も除外と。そして4番なんですが、ロボットに関する良い見込みと悪い見込みの両方を提示するためと書いてあるんですが、これに関しては、まあ、良い見込みは書いてあったけど、悪い見込みに関しては書いていないので、4番も、悪い見込みというものが、まあ、不適切なので、4番も除外ということで、11番は1。長年にわたって人々が人間のようなロボットに魅了されてきたことを示すためというのが正当となりますと。そして、12番行っていきたいと思います。12番、第4段落で、電話との論争に、言及している目的は何かということなんですが、まあ、電話との言い争い、論争というか言い争い。に言及しているのは何かということなんですが、まあ、電話との言い争いというものがどこに書いてあるかというと、第4段落の、まあ、3文目で、それは、まあ、人間、機械との、まあ、信頼性のある対話というものを行うのは、まあ、難しいと理解できる。という後に、腹立たしくもあって、楽しいものでもある。ジェンにテキストを送って、と、言ったにもかかわらず、
どの曲が良いですかと返答するスマートフォン。で、これを見るに、まあ、音声認識。まあ、良い音声認識だったり、まあ、信頼性のある、まあ、99%以上の、信頼性のある音声認識というものは、近い将来に実現することではなさそうだと書いてある。これを踏むという、まあ、様子、まあ、言い争いを見るに、まあ、こういうスマートフォンの言い争いだとの言い争いから、まあ、機械との対話というものに対する技術というのは近い将来に、まあ、改善される余地はない、解決される見込みはないというふうに書いてあるので、それを踏まえると、まず、まあ、1番、ロボットがどれほど面白いものであるかということを示す、であるかの、あり得るかを示すことと書いてあるんですが、まあ、面白いというよりかは、あそこで、あの文章、まあ、先ほど見た文章では面白いというよりかは、まあ、問題があって実現不可能で、実現がまあ近日中には難しいと書いてあるので、面白いものという箇所がまあ不適切なので、1番は除外と。そして3番なんですが、3番は、ロボット工学において出されてきた、大きな前進の一例としてと書いてあるんですが、大きな前進ではなくて、まあ、困難。近日中にはまあできない、でない、まあ、現時点での課題としてまあ書かれていたので、まあ、大きな前進という箇所がまあ不適切で、3番不適切と。で、4番なんですが、機械に考える力を与える危険性についての戒めの旗なしとしてと考えているんですが、機械に考える力を与えているとも書いていないし、機械はあくまで、まあ、ユーザー、携帯電話のユーザーとの、まあ、呼びかけに、まあ、対して、適切に答えられるかどうかというような、意味合いだったので、機械に考える力を与えるというところも不適切なので、4番は除外と。ということで、12番は2。効果的な人工知能は、何年先も、ことで、人工知能は、何年も先のことである。ということを示、あることを示すこと。というのが正答と、なりますと。要するに、まあ、近い将来では、まあ、不可能であって、まあ、何年も、何十年も、何十年も先であることを示すこと。というのは、まあ、先ほどの、先ほど指摘した文章でも、まあ、同じことが書かれてあったので、まあ、改めて12番は2が正答となりますと。そして、13番にまあ行きたいんですけれど、13番は、第8段落で述べられた、Sub-$20 problem とは何かということなんで、まあ、この20ドルプル、段落の指定があって、かつキーワードの指定があるので、まここに、まあ、ちゃんと、第8段落のまあ3文目に、まあ、しっかりと。第8段落の3文目に、まあ、それらは20ドル未満の問題である。何を意味しているかというと、問題を解決するために、誰かに20ドルを払おうとは実際は思わない。要するに、何かを解決するために、まあ、人間用のロボットという、まあ、多機能のプラットフォームを、まあ、設けるものの、まあ、人間の、冷蔵庫から、まあ、飲み物を取り出したり、まあ、ドアから、まあ、新聞を取っていくような、まあ、些細な仕事
まあ、そういうもののために、まあ、誰かに、まあ、現実問題、実際、まあ、人間に、まあ、20ドルを払うようなことはない、ような、まあ、問題というものが存在して、すると。要するに、ロボット、まあ、何かを、まあ、人間の問題を解決するためにロボットというものを開発しているけれども、まあ、ロボットが行う行動には、まあ、何か、まあ、手助けをしてもらうために、まあ、普段、まあ、現時点で現在、まあ、人間が誰かに、まあ、20ドル支払っているようなものとは到底思えない、まあ、冷蔵庫から飲み物を取ったり、まあ、ドアから、玄関から新聞を取るような行動というものを含まれているというふうに書かれているので、それを踏まえると、まず1番、子育てや家の掃除のような、家事の多様性の問題ということなんですけど、ここでは、まあ、家事の多様性ではなくて、あくまで、まあ、些細な、まあ、行動、ロボットがする些細な行動、人に手伝うまでもない行動についてなので、家事の多様性というのは不適切と。で、2番、非常に安い、人型ロボットがいつの日か開発されることで、対応できるかもしれない問題ということなんですが、非常に安い、ロボットの、コスト、ロボットそのもののコストについては書いていないので、非常に安い人型ロボットというところが不適切なので、今も不適切と。で、3番、人々が解決のために、しばしば20ドル程度を費やす問題という書いてあるんですが、解決のために20ドル程度払うとは思えない問題なので、3番も不適切。ということで、13番は4。人間が自分自身で解決するのを厭わない問題というのが正答となりますと。そして、14番に行きたいんですが、14番は、ロボットに関する筆者の意見について正しいのはどれかというまあ問題なんですが、ロボットに対するまあ筆者の意見についてまあ書いてあるのは、まあ、11段落の4文目であって、それらが人間である、それらが、まあ、人の形をしている必要なんていうのはないのである。まあ、前のどういうことかというと、まあ、ロボットを開発するためであったら、まあ、汎用性のある、まあ、さまざまな機能、多機能を持っている人型のロボット、まあ、さっきやった C3PO であったり、アシモのような人型ロボットを求めて、まあ、人間は求めているが、まあ、何かの問題をまあ実際に解決するのには、まあ、何かに特化したロボットを作ることができるわけであって、作ればいいのであって、まあ、それが人型である、まあ、何かを実際に解決するのに、まあ、人の形をしたロボットである必要性はないというのがあるんですが、まあ、人型のロボットであるかどうかに対しての言及があるのは、このまあ第8段落から10段落目のものなんですが、まあ、要するにまあ先ほど第8段落で述べていたのは、人型のロボットを作っても、まあ、人間がまあその手伝うまでもない行動も、まあ、人型ロボットが行う行動の中には含まれていて、まあ、中には、まあ、部屋を掃除したり、まあ、赤ん坊をあやしたり、車を運転するようなことはするけれども、まあ、常にまあそういったものを解決するためのロボットというものは作られていて、人型である必要性はないと。でもって、まあ人型でないロボットに、まあ家を掃除してもらったり、さらには、まあ、チャイルドシート、子供をまあ管理するための、まあ、チャイルドシート。これも、まあ、ロボットではないが、まあ、人型のロボットではないが、そういう、まあ、テクノロジーの一種として例示されていて、で、さらには、まあ、車の運転に対しても、まあ、車線を逸脱しないようにのための警報、車線を逸脱しなかったり、衝突を防止したり、はたまたは、まあ、速度、
速度の、スピードコントロールなどをしてくれるような、まあ、運転補助テクノロジーがあって、それも、まあ、ロボットの一つである。ということで、まあ、人型、まあ、何かの問題を解決して、まあ、手助け、お金を払って人間が手助けするにあたって、そのロボットが、まあ、人の形をしている必要はなくて、まあ、何かに、まあ、ロボットを組み込めばいい。というふうな、まあ、考えであって、それを踏まえて、まあ、人間、ロボットが、まあ、人間である必要性はないと、書いてあるので、14番を、それを踏まえると、まず1番、ロボット開発は、時間、お金、および努力の浪費であると書いてあるんですが、ロボット開発に対する、まあ、時間やお金、努力に対する、まあ、費用、コストについては、まあ、言及されていなくて、まあ、むしろ、ロボットに何か手伝ってもらうためのお金とか時間に対する、まあ、話だったので、1番は不適切と。で、2番、3番なんですが、3番、数世代以内に、ロボットは人のような見かけで、人のように振る舞うかもしれないと書いてあるんですが、人である必要はないと、人間のようないでたちである、いわゆる人型ロボットでは必要性はないと書いてあるので、人のような見かけでというのが不適切。なので3番は不適切と。で、4番、ロボットがすることができることは、どれ一つとして実は必要とされていないか、または求められていないと書いてあるんですが、まあ、先ほど、第8段落か第9段落で、まあ、部屋を掃除したり、赤ん坊をあやしたり、はたまた、まあ、運転の補助装置、安全運転を心がけてもらえる、まあ、機能といったものの形で、まあ、様々な問題はあるけれども、それらはもうすでに、まあ、テクノロジー、まあ、ロボット、まあ、自動的な、まあ、ロボットのテクノロジーによって、まあ、解決されて、機能しているというふうに書いてあるので、まあ、必要とされているものはあるけれども、まあ、それはまあロボットがすることが、まあ、人型ではないけれども、まあ、ロボットが行っているというニュアンス、文面からは4番も不適切。そして、ということで、したがって、14番は2。ロボットは役に立つが、従来想像されてきた形態によってではないというのが、正答と、なりますと。最後に15番なんですが、15番は、人型ロボットの開発を疑問視する理由でないものとは次のうちどれかということなんですが、まず1番、人体の複雑な特性。これに関しては、第3段落に書いてあって、人体の仕組みというものは、驚くべきほどに複雑であって、まあ、我々は、まあ、確かに、機械、腕と足を持っている機械を作ることはできたが、まあ、人間の器用さだとか、信頼性を、持ち合わせた、まあ、プラットフォームを作ることは、まあ、ほど遠い、作るにはほど遠い。要するに、まあ、人間の、まあ、機構というのは、複雑であるって書いてあるので、これは、ここに書いてあるの第3段落に記述があるので、1番は除外と。で、2番なんですが、テクノロジーの限界ということなんですが、テクノロジーの限界についても第4段落に、問題点として、まあ、出入力ソフトウェアの、大きな進歩、大きな発展というものが、まあ、必要である。で、まあ、そこで、まあ、先ほど、まあ、述べた、スマートフォンと、まあ、信頼のおける、まあ、よどみない会話というものを、まあ、行っていくのには程遠い現実というものを理解することができると。まあ、音声認識の問題であったり、まあ、送ったメッセージに対して、まあ、適切な受け答えができるかどうかというものは、まだ程遠いので、まあ、そういったものを、まあ、改善するための、インプット、アウトプット、出入力の、まあ、ソフトウェアというものの技術革新が、まあ、求められているという意味合いなので、
2番、テクノロジーの限界。まあ、現行上のテクノロジーの限界というものも、まあ、記述があるので2番も除外と。で、残り3番と4番なんですが、4番、財政的な制約というものなんですが、これも、第7段落に、しかしながら、人型ロボットを不可能にするのは、技術面だけの問題ではない。単純な経済的な、要因で、それら3つの課題。まあ、要するに、第3段落であった人間の、人体の機構の複雑性。4つ目の、出入力のソフトウェアの開発の、まあ、発展途上ぶり。で、さらには、3、人工知能というものが、この地球上で、今までの史上、最も難しい、挑戦である。要するに人工知能というものの開発ソフトがソフトウェアの中では最も難しいというものの3つを、3つをまあ組み合わせることは、まあ、経済的な問題が存在しているということなので、経済的な問題、まあ、財源的な制約についても、まあ、第7段落に書いてあるので、まあ、除外ということで、15番は、3、人々が寄せる、関心の欠如というものが政党となりますと。ということで、以上をもちまして、第文1の、内容、4択問題について解説を終わらせていただきます。皆さん、ありがとうございました。